皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画1本目は、好調者ムシキングスーパーコレクションということでね、毎度のジミスパコです。スパコレの新品を見つけたよっていう人がいて、で、4000円だったんだけど、どう思います？だから高えなと思って。でもまあ新品で、ね、定価の時、これ6000円ぐらいしたんだっけ、多分。5000円はした気がする。でも、今よりもね、ゲームの価格って安くて、DS だったから多分4000、5000円。でも、多分その辺だったと思うんだよね。定価で調べれば出てくるけど。でも、4000円だと高い気がするんだよな、俺の中では。でもなんか新品で4000円って書いてた、言ってたから、買っても悪くはないのかな。でも、今の価値観からすると、今の時代に DS のソフトを4000円で買いますって言うと、どうなんだろうね。何かプレミア的なものがついてるなら、例えばさ、もう二度と手に入らないさ、カードがついてきますよとか、だったらあれだけど、別にわざわざねーって感じするよ。で、まあ本人が良ければいいんじゃないですけど、いや、もうちょっと安くなったら買いますだから、まあ中古で買えばね、いくらでも見つかるから。でも、新品で4000で売ってるってのは俺にとっては、なんか珍しいね。なんか。多分低価格ね、多分調べたら出てくると思うんだけど、ちょっと調べてみようか。ちょっと待ってね。今この白い線が見えたよね。今充電器です。充電器の紐です。紐ってかコード。ちょっと待ってね。ていうかさ、ゲーム紹介中にさ、スマホでさ、価格調べんなよって感じだね。調べとけって感じだよね。まあそれもまた面白いということで。ちょっと待ってね。取り直す？取り直さなくていいよね。多分、ゲーム紹介動画中にさ、ゲームの価格喋るってさ、多分、よほだ、あ、俺のね、思った金額をね、はるかに超えてさ、まあ、高くて5000円ぐらいだなと思ったの。まあ、4980円とか、6090円でした。当時の値段ね。当時6090円で発売した。でも、考えてみればさ、カードリーダーとかさ、カードもついてるからさ、そのぐらいしてもおかしくないんだよね。で、多分ね、今、確認してみたんだけど、グレースチャンピオンの道の、アドバンス版が4800円だったと。まあ、このくらいの時からもう、こういう値段だったのか。そんなもんだよね。でも、DS も4800円ぐらいでしょ。DS も4800円ぐらいだった。で、2も4800円ぐらいでしょ。2も2がなぜか5040円。まあ、税込みだからってことね。ゲーム紹介中にさ、スマホ見てんじゃねえよって話だよね。先に調べたけどね。いや、今俺きっと気になったんで、あ、そんなもんなのかなと思って。でも、ちゃんと出てきたんでいいです。てかさ、今さ、白いの見えたじゃん。まあ、見しちゃうんだけど、これ、充電器のコードね。わかる？ USB コードだっけ？なんか今日のゲーム紹介動画さ、妙な形になっちゃったね。取り直そうかとも考えたんだけど、もういいです。めんどくさくなったんで。たまにはこういう指が出た。イレギュラーパターンもあるということで。多分、誰かしら突っ込むとこよ。何やってんすか、お母さんつって。事前に調べときましょうよ、とか。まさかのゲーム紹介途中に。てか、今さ、さりげなく俺のさ、スマホがさ、2台あるってことがバレたよね。そう。俺ね、スマホね、あ、前にも言ったかな。今4台持ってるんだよね。仕事用、ゲーム用、まあ何やらかんやら用、まあ、ほんと、プライベート用。なんか、あるんだ。ゲーム専用のスマホってもある。アプリ専用。ポケモン GO 入れたりとか、まあ、いろいろ、何やらかんやら入ってるやつね。まあ、気にしないでください。なんかね、話が長くなって4分くらいになっちゃったけど、まあ、気にしないでください。細かいことか気にすんな。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。